本日の、えー、まずご質問からお答えさせていただこうと思いますあの本日のご質問がですねちょうどあのお彼岸の、まあ、かかりということで、えー、ご質問こんなご質問いただいております、えー、お彼岸とはどういう日ですかあちょっとあごめんなさいむくんでます そうなんですよ実はちょっと疲れが疲れが出てきて私も今我慢見ながらちょっとだいぶむくんでるなと思ってるんですけどもうむくんでるのか太ってきたのかよくわかんないですけどえすいません、えー、とお彼岸とはどういう日ですかというご質問をいただいておりますのでえそれに答えさせていただこうと思います、えー、お彼岸というのはですねどういう日かというとちょうどよくお中日って言ったりするんですけどあの、お彼岸 は、まあ、前後1週間ぐらいあるんですね、まあ、これもね実は地域によって微妙に違うんですけれども正確なこと言うと、まあ、3日間だと考えてください202122ぐらいまで。であのその真ん中の時によくまあお彼岸法要っていうのを各お寺さんされるんですけれどもお中日っていう日ですね。でこの日がまああの昼と夜の長さがちょうど同じになるとかっていう日であのこのお彼岸のちょうど バランスがいい陰と陽のバランスですね、えー、昼間と夜のバランスがちょうどいいのでこの日を実はあのーまあ、お中日として人間の心もちょうど真ん中にいなさいよという、まあ、仏教でいうところの中道という教えがあるんですが偏りのない考え方をしなさい偏りのない生き方をしなさいっていうのをちょっと考えすぎる あの日ですですからあの例えばですけどもあの今ちょうどコロナ禍でまあ経済も大切え病気の撲滅も大切じゃあどうしようかって言った時にちょうど真ん中を行きなさいあのバランスをちょうどもう真ん中で難しいですけどもその真ん中を探して行きなさいっていうのがまああのお中日でえ例えばまあ短期な人なら えー、怒りすぎないように生きなさいとかあのちょうど真ん中ですねこれ本当に難しいんですけども実はでもこの考え方こそが私は日本人に非常に合ってると思っててあのいわゆる日本人よくグレーって言いますよねあのイエスの白黒はっきりつけないような民族ってたまに言われますけれどもあの私はそこが実は日本人の素晴らしい文化だと思っててあのグレーなところ まあ今で言うとコロナでマスクをされてない方とあのされてる方とかたまになんかニュースとかで喧嘩みたいになってられるのを見ますけどもやっぱつけてられない方にはつけてられないなんか皮膚の,あのトラブルがあったりしてつけてられないかもしれませんしとかあの、まあ、いろんな理由が皆さんにあると思うんです。でですからこっちが悪でこっっちちがが悪 前でっていうふうなあの白黒つけないような判断をしましょうねっていうのを年に数回思い出そうぜっていうのが実はお彼岸なんですね。であの春のお彼岸秋のお彼岸って言ってまあ大きく分けて、えー、今2つですけれども実はこれ4回あるんですねあの春夏秋冬いずれもそのちょうど中間の時期に保養を昔はしてたんですけども今はまあ 春と秋とで夏はお盆がありますんで、まあそれで大体大きく分けて三回になりますけども、その都度私たちが中道に立ち返りましょうというのが実はこの日でございます。ですんであの良きバランスで生活をしていただけたらなというふうに思います。ということで本日あのもう私がなんかしのごの喋っているよりもえぜひ。 今日はゲストの方に早くに入っていただいてですね、あのもう極一分一秒でも長く先生とお話できたらなというふうに思っております。あのあもうそうですね、物理学者の先生です。本日のゲストはですね、宇宙物理学者。宇宙だけでも難しいのにその物理学ですから。 もうすすごく難しい頭のいい頭の先生ですね宇宙物理学者で京都大学もうこれはもう世界で京都大学っていうともう有名ですけどこの京都大学の名誉教授もされておりまして、えー、しかもですね同志社大学の客員教授も、えー、なさっているというもうあの私の頭100個分ぐらいの知識が、えー、頭に詰まってるという柴田 はずなり先生に本日は、えー、来ていただいております柴田先生どうぞよろしくお願いいたします、はいませんはどうもよろしくお願いいたしますこんばんはいや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 ,いやもうねそうでしょ柴田先生ってもう、はい、パチパチこのハチハチが拍手<あ>のパチパチなんですねあ,ううす,あすごい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 皆様うも,、ね、もう大体いきたいありがとうございます <laughs> えー、えー、もう も天文学の世界ではもう,、はい、もう好きな方はねもう先生のことを知らない人はいないって言ってもう過言ではないと思うんですこの柴田先生は実はですねあのヘール賞というこれ日本人初のヘール賞ご存知の方おられますあ素粒子の先生とか言ってますけども物理学ですからもうそういうのも入りますよ。ノーベル賞ではないんですけども。 まあ、あのちょっと先生からお,お話お聞きしますけど、はい、日本人初のヘール賞っていうのはどういったものなんですか、ね、ど,どういうものかと言いますとね、はいまあ、ヘールっていうのはあのアメリカの天文学者で、はいええ、太陽の黒点に磁場があるということを発見された方で、ええ、今だったらもちろんノーベル賞は間違いないんですけどね当時は天文学者はノーベル賞をも,もらってなかったんです。はいあ もう一つ大事なのは、ええ、世界最大の望遠鏡をね4回も作ったんです。でそのうちのマウント・ウィルソンの望遠鏡は、ええ、宇宙の膨張を発見したというね<ー>天文学の歴史に大きな足跡、えー、を残した望遠鏡を作られたというねなるほどだからご自身がすごい、えー、太陽物学者というだけじゃなくて。ええ 世界の天文学を大きく発展させたというそういう意味でもすごい人なんですけどでその、うん、アメリカ天文学会が出している賞なんですけど、えー、ヘ,ールヘールは太陽物理学者でしたから、えー 世界の太陽物薬に大きな貢献をした人をまあ毎年表彰するとそういうことで世界でまああの他に太陽の賞というのはないですから太陽分野におけるノーベル賞と言ってもいいまあそういうねできて40数年のね 賞で <もう S 1> まあそれを日本人として初めて受賞できたので非常にもうおめでとうございいますもあのというかノーベル賞とは違うんですかというご質問ありましたけどもいわゆる天文学の世界ではもうノーベル賞といってもあのまあ一緒のものですよねあのヘールさんかノーベルさんかという <laughs> 違いぐらいで,でしかもですねあの先生はえ火山宇宙文化財団の理事も務めてられるということではいはいえこの「 火山天文台というのが京都にある天文台ですね。はい。あの1929年にできました。1929年、昭和四年ですね。は,はい。日本の大学天文台ではまあ二番目に古い天文台なんですけれども、あ,あのまあ最初にできたのは東大東京天文台と言いましたね。はははあの江戸時代の小読編扁書を引き継いだ。<ー>要するにカレンダーを作るという、ね。なる,なるほど。それが目的の天文台が、ね、最初、当然最初にで、ねはいはい、作る人であるんです。 でところはまあ京大も東大について作られたのは東大でできない学問をやる。それは何かというと東大というのは日本の国を運営するために必要な人材を育成する。はいはいはい。そのために作られた。なるほど。ええええ。でそれだけではうまくいかないというんで京大が作られた。京大はすぐに役に立たない基礎学問をやると文化をやると。 ねまあ、京都にぴったりですよねそういうことでできたんですが<ー>天文学もですねその東大は国のトップダウンで、ねはいはい、研究を進める<ー>京大はそうじゃなくて市民の中から学問を起こしていくという,いうことでですね火山天文台できた91年前の初代の天文台長山本一世博士っていう人がすごい人でね<ー>星っていっぱいありますよね。とても あのプロの天文学者だけででは、ええ、え観測きから市民の協力が不可欠だと、ねね、子どもたちでも大発見ができるということでですねえ日本中に出かけていって天文学の普及活動を非常に熱心されて、ええ、また日本中の天文好き星好きの人々を火山天文台を招いてなるほどでそれで普及させたので。 日本中にアマチュア天文が生まれましてね。ああ、なるほど、なるほど。で、実はそのアマチュア天文学者の活躍が世界一なんです、ね。え、日本が。ええ、あ、あ<の>そうなんですねもう。そのいっぱい新天体をね。はい,は,いはい、はい、はい。日本のアマチュア天文が発見したので、<ー>そういう新天体の発見の数が。世界で一番多いんです。あ、そうですか。<laughs> いや、私ももうなんか望遠鏡を覗くのが好きで。 もうあの月のクレーターとかちょっと見えるだけでなんかドキドキしてやったっていう感じがあったんですけども、実は先生がその今いわゆる火山天文台を残すための活動もされているということをお聞きしたんです。今言いましたようにすごい歴史があります。これ世界の中でもですね、あのもう特筆すべき歴史なんですね。はいはい、でその上古いですけどもあの望遠鏡ってできて100年経っても 性能落ちないんですよ。はあ、そんなもんなんですね。かつてね、50年以上前最先端の天文学者が使ってた望遠鏡がですね、ちゃんと残ってて、<ー>で、それが今子供たちでもね、使えるわけですよね。はい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 。で、そうすると、<ー>もう教育普及用にはもうお宝なんですよ。なるほど。だからこれはね、ぜひ残してですね、で毎日でも子供たちが花壇天文台に来て、<ー>本物の宇宙がを体験できるようなね。 そういうところとして残していきたいと思ってるんですが。日本の国は予算が減ってきてるということで。はいはいはい。もう。本当ね、ひどいんですよ。新しいね、望遠鏡を作ろうと。思うんだったら。古い火山天文台は閉鎖しなさい。とかああ、なるほど。そういう指導が国からくるわけですね。そうなんですね。でもね。やっぱりこの。古いけども価値あるもの。でしょこれはやっぱりね、なんとか。 あの残したいということで、か金田もない周辺の市民の皆さんと相談したら、あ、皆さん応援しましょう。はいはい、応援しましょう。市民の寄付で残していきましょう。ということで、財団ができたんです。あ、はいはい。で、それで、私はその財団の、あの、まあ、理事の。一人を務めて。なるほど。で、お、できるだけ多くの人々に、あの、応援していただこと。なるほど。ということで、今日も、まあ、そういうことですね。あの、皆さん、これをご覧の皆さんも。 この、えー、有形文化財を目指してということですよね。そ,それであの加断天文台はですね、ええ、実は5、6年前に京都市民が残したいと思う建物や庭園というのに選ばれたんです。選定されましてね。ええ、でそれを選んでくださったあの京都市の関係の方がですね、ええ、ここは建物も素晴らしいと。はいはいはい。で。 登録有形文化財というそういう文化財の一つとして指定する意義があるとはいはいで、それは京都大学が OK してくださればすぐに文化庁が指定するんですけどね、ええ、もう調べた結果これは素晴らしい建物だから場所だから、ええ、あのできるとおっしゃられてそれを京都大学の方に私定年前にね、ええええ、持っていきましたら、はい。 いや兄弟としては何のメリットもないと言って、ねえー、<laughs> で古いものを残してもね、えー、後でお金がかかるだけだと言ってでもこれはもう世界的に見ても価値あるただ,だし、えー、子供たちのためにも素晴らしいお宝だからなん、えーね、とか考慮してもらえませんかって、ねえー、まあ交渉をあのしている最中なんですけど多くの方々の賛同があればですねきょうだいの仕事も なるほど OK してもらえるんじゃないかということで署名集めをしてます署名署名という名前を書けばいいんですねどうしたらいいでしょうチェンジ・ドット・オルグここにアクセスしていただいて名前を打ち込む感じですかねでそういうことで多くの方が応援していただければずっと残してることができるようになると思います あのご協力をお願いいいしたいと思いますでこれね今からちょっとあのお話しするのであれなんですけど中にはね天文学っていうのをあのいくらお金をかけても星の観測しててなんか私たちにメリットがあるのみたいなことをもし思っておられる方がおられたとしたらあの今日の配信見ていただいたら「あ天文学っていうのはこれからの未来の人類のためにむちゃくちゃ あの必要なものだということが分かっていただけると思いますので、はい、ぜひともあの署名の方よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、はい、今日は本当にもうね、はい、あのお聞きしたいことが宇宙規模であるので、はいはい、ちょっと一番最初にとりあえず、はいえー、これから始めさせていただこうと思うんですけども、はい、先生のなぜご専門がですね太陽ということなんですけども、はい、どういったような研究をなさっているんですか、ね。はいはい 太陽はなんと言ってもですね、はい、爆発が起こるんです。フレアっていうのは、はいはい爆発。ええ、太陽フレアってよく聞きますよね。ええええ、私大学入るまで知らなかったんですけど、ね、はい、普段見てたらね、全然変化しないでね。はいはい。で太陽には謎はなんかないだろうと思ってたら、大学で勉強したしたら驚くべきで、ええ、実は時々大爆発を起こって、知らないうちにいっぱい。 影響を及ぼしている。ということは分かってきましてね。早速ちょっとごめんなさい。署名していただいた。方ありがとうございます。ありがとうございます。すみません。はい。それで、その爆発が起こる原因は。実は黒点っていう。はい。ですけどね。まあ、いろいろお話していきますけど。まあ、まずは。爆発はどんなものかっていうのを見ていただけますかね。